どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。レベル5さんからなんか封筒届きました。これね、妖怪ウォッチプニプニのサポートって書いてるんで、おそらく黒鬼のメダルちゃうかなと。なんか妖怪ウォッチプニプニで黒鬼がゲットできればメダルもらえるってやつね。せーの、ドン。はい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 、妖怪ウォッチプニプニリアル黒鬼メダルキャンペーン、黒鬼メダル、 B メダル送付のご案内きたー。黒鬼さんのメダルついに来ましたね。プニプニで黒鬼ゲットしてからどれぐらいだろう、1ヶ月ぐらいなんかな。まあまあかかったかも。黒鬼さんの B メダルがこちら。黒いな。じゃじゃん、黒鬼さんのメダルこちらです。なんか黒鬼が黒いからすごいイラストわかりにくいけど、ボスメダルで、しかもこれホロですね。すっげえじゃん。では黒鬼さん早速召喚してみます。音声気になる。妖怪メダルセットオン。渋いね、渋いっすね。ちなみに黒鬼さんのメダルは妖怪ウォッチバスターズゲット組とか赤猫団白犬隊で読み込むと最高難易度極モードで黒鬼と戦います。ぜひお試しあれ。